九州大の一般入試前期日程の合格発表が8日、福岡市西区の糸キャンパスであった。新型コロナウイルスの感染拡大防止で、例年は祝福に駆けつける在学生の立ち入りが禁止されたが、マスク姿が目立つ受験生らは、貼り出された受験番号を見つけると、やった、あったと喜びの声を上げた。九大は、掲示板周辺に消毒液を設置するなどの対策を取り、午前11時にホームページと同時発表した。教育学部に合格した佐賀県鳥栖市の鳥栖高3年、篠田総輝さん、18、は実際に軽視メセイタで見立ってきた。心理カウンセラーを目指して充実した大学生活にしたいと声を弾ませた。前期日程は2184人、男子163人、女子581人が合格。全12学部に計5014人が志願し、合格倍率は 2.3 倍だった。